野田総理、昨日テレビ見ました、ニュースウォッチ9であなたは、大越キャスターの、珍しい追及を受けてらっしゃいましたね。その中で、あなたはこう言いました。もちろん安全も大事だが、需給ということも考えなくてはいけない。もし、大規模停電が起こって、それこそ、病院なんかで、電気が止まってしまったら、人工呼吸器なんかをつけてらっしゃる患者さんの命に危険があるとか、なんとか笑っちゃいますよね。原発に非常用電源をいろいろとくっつけるんだったら、その前に全ての病院にきちんとした非常用電源くっつけなさい。雷が落ちたって停電は起きるんです。別に原発を止めたから停電が起きるってわけじゃないです。この間だって大停電起きましたよね、落雷で。命の危険があるっていうのはね、別に原発を止めたらなるんじゃないんです。逆に原発を動かしてて死んだ人、どれほどいると思ってるんですか。この間の原発事故のお世話で亡くならなくてもいい方がたくさん亡くなった。避難途中で亡くなったお年寄り、あれだって事故がなければそのまま穏やかに自宅や介護施設で、余生を送れた方々です。何時間もバスに揺られてあっち行ったりこっち行ったり、そして亡くなった方たくさんいます。それから、浪江地区では津波で被害を受けて、で助けを求めていたにもかかわらず全員が避難せざるを得なくなって、それで助けが来なかった。後ほど見つかった方々は全て溺死と判定されたそうですが、溺死の痕跡がなかった方も多かったそうじゃないですか。こういうことが起きるのは原発事故です。日本では原発事故は地震がある限り絶対に防ぐことはできません。それともあなたは地震止められるんですか。止められるんですか。それができないんだったらさっさとまず原発は全部廃炉にしなさい。そして弱者を守りたいのであれば、全ての病院、人工呼吸器をつけている患者さん、透析の患者さん、そういうところにこそ非常用電源は配備すべきなんです。順序は間違うんじゃねえぞ。おい、再稼働をやめろ。ニュースに移りたくなくて、ちょっと発言していただける方、今こっちにマイク回ってきてますので、順番に前からいきます。いかがですか。よろしくお願いします。はい、入ります。前と同じこと言うけど、原発は、事故が起きなくても被爆から逃れられない存在です。さっきの人も言ったけど、ウランの採掘から最初に至るまで、もうたくさんの人が被爆していかないと動かすことすらできないんです。そして福島で、まあ福島だけじゃないけれども、事故が起きるとこれほどまでに長い間にわたって取り返しのつかない状態になるんです。津波や地震や、そして今日落雷とかもあって、うちの方ではちょっと一瞬停電があったりしたんだけど、それがすぐ復帰しなかったら、それこそこの間の福島の時のように鉄塔が何本か倒れただけ で電源が喪失されちゃってメルトダウンが始まっちゃう、そういうギリギリのところに、ギリギリの状態でこの日本には54基も原発を無理やり追っ立ててるわけです。どう考えたって
安全が保障されてません、この国では。安全保障っていうと、なんかこう軍事的なことばっかりなんか言われてるような感じですけど、僕らの生活が、僕らの生活を安全を保障すること、それがまず何よりのことです。生活を安全保障していただきたい。そのためにまず原発を、これだけ潜在的な危険がたっぷり入ってるんだから、まず原発を止めていただきたい。100歩譲っても存在価値として電力の安定供給っていうのはあるようだけれども、なくたって電気は全然足りてます。それから関連が、原発の再稼働に電力の需給は関係ないとかって、この間はっきりとテレビの中でも言ってたぐらいなんで、そもそも必要ないんですよ。さっきの人も言ったけど、資産が負債になっちゃうから動かさなきゃなんない。なんだそりゃ、金の方が重要なんか、俺らの命より。ふざけんなよ。政治生命をかけるとか、命をかけるとか、いろいろ軽々しく言ってくれるけど、それもそう、命をかけるんだったらさ、もっと命をかけてやることやってほしいよ。政治家にとってはさ、いろんな後ろ手がなくすことが大変だろうからさ、原発と戦うことっていうのは本当に命がけのことだと思うよ。今本当にいい機会だから命がけで戦ってくれよ。あんたどっち向いて戦ってんの？俺らと戦ってんじゃないの、もしかしたら。冗談じゃないよ。戦うべき相手と戦ってくれよ。前の首相の菅さんはさ、まあちょっと頼りなかったりしたけど、でもなんかすごい戦ってくれたところあったと思うよ。15日だったか14日だったか忘れたけど、東電がさ、もうやめたいんですよって言ったところに、なんだとこの野郎って言いに行ってくれたじゃん。ああいうさ、命がけなことやってみてくれよ。関連にさ、ごめんなさい、やっぱりさ、やめましょう、おいってさ、まあ、関さんとキャラが違うだろうから、この野郎とか言えないかもしんないけど、それだったらさ、関連のとこ行って、ごめんなさいって言って、頭下げてさ、やめようよ、原発とかさ、いろんなそれぞれのやり方があると思うからさ、ちゃんとさ、政治生命かけて、巨悪と戦ってくれよ、俺らの代表なんだから。以上です。はい、ありがとうございました。続いてこちら、はい、よろしくお願いします。野田さん、あなた、もし原発を動かして、また大きな事故が起きたら、その時には、私が責任を取るってそう言ったそうですね。それどんな責任ですか。人がたくさん死んで、人がたくさん自分中失って、その時どういう責任をどうやってあなた取れるんですか。今あなたが取れるたった一つの責任の取り方を教えに来ましたよ、今日は。それはね、原発再稼働を諦めることですよ。それが責任でしょう。本当に責任取りたいなら取ってくださいよ。今原発をやめて責任取ってください。それが唯一できる責任の取り方ですよ。今そういう大人の責任の取り方してください。野田さんが今何歳なのか知らないですけど、僕よりは年上ですよね。だからこんな子供に言われたら、まあムカつくかもしれませんよ。でも言いますよ、野田、大人になれよ。大人の責任を取って原発をやめてくれ。以上。再稼働やめろ。はい、ありがとうございます。ちょっとじゃあコールいきます。再稼働反対、再稼働反対、再稼働反対、
即位廃炉です。最下だ、最下だ、本体最下だ、本体諦めろ。マイク持つ方こちらの方でよろしくお願いします。コールできなくても全然大丈夫です。お話、あ、はい、じゃあよろしくお願いします。はい、入ります。野田総理に言いたいです。再稼働やめてください。やめて、やめなさい、やめろ、バカ者。以上。はい、一言でも結構ですので、マイク回しますよ。はい、よろしくお願いします。一言言います。原発と殺人は同意語だと思います。はい、あ、それから、同活停電やめてください。これもいっぱいコールしたいと思います。とんでもないです。電気は足りてるのに、これ以上放射能を増やしてどうするんですか。みんな、なんですか、原発マフィアとかなんかいるかもしれないけど、みんな死んじゃってどうすんのと思いますよ。野田総理、人間に戻ってください。もう僕は最近ね、あなたが人間なのか土壌なのかゴキブリなのか豚なのか分からなくなっちゃったよ。多分これは僕の妄想ですけど、多分このままだとあなたはなんだ、地下軍事組織で作った CIA の人工バイオテロ兵器になっちゃうよ。すいません、以上です。はい、ありがとうございます。はい、続けて一言でも結構です。今まで喋ったことのない方大歓迎です。いかがですか、こちらマイク来てます。はい、よろしくお願いします。いかがですか。はい、じゃあよろしくお願いします。野田さん、私本当 3.11 以降もうそれ前からもう原発反対だったんですが、 3.11 経験して原発は犯罪だなって心から思いました。野田さんに人間の心があるなら原発がなくても暮らしていけるようなそういう知恵を絞るのが政治家じゃないでしょうか。責任を取るという言葉がとっても空虚に思えるのは、福島で今でも苦しんでる人がたくさんいるということと、関東でも体がちょっとおかしくな、体の具合が悪くなっている子供、私保育の仕事をしています。野田さん、本当に原発をやめて廃炉にして人間らしい首相になってください。本当にお願いします。以上です。はい、続きまして、はい、いかがですか、こちらマイク一言でも結構です。再稼働やめろ、再稼働やめろ。はい、いかがですか。はい、じゃあ次お願いします。ですね、先ほど今日地震がありましたよね。僕はビビりました。野田さんはビビらなかったでしょうか。もしあれで、今本当に崩れかけている、福島の4号機だとかが、崩れてしまっていたら、もう首都圏こちらの方も終わりです。で、それに、それ以外のところで、また起こった地震だとしても、いろんな断層があるということもご存知でしょうし、そういうところで、その真上に作っちゃってる原発とかたくさんありますんで、そういうのが全部壊れてしまったらですね、どういうことになるかっていうのはご存知のはずです。で、経済を優先ということで、あなたはよく最近語られていますけれども、経済っていうのは人間がいて成り立つものです。人間がいなくなったら経済というのも全て崩れ去ります。日本という国も崩れ去ります。そして、
また、その大事故がごとくですね、国外にも迷惑をかけ、人間だけではなく、人間以外の生きとし生けるもの全てに迷惑をかけることになります。どうだ、そのことお分かりでしょうか。どうなんだ、僕自身も今こうやって日本語を喋って、日本に暮らす日本人です。あなたが、背負っている国民の一人です。もしそれが嘘だと思うなら、ここに出てきて、僕のところに来てください。写真付きの身分証明書をお見せします。もし、なんならそちらに行っても構いません。その上でぜひお話ししたいです。本当にですね、あなたはきっといろんな情報を、いろんなところからいただいてご存知でしょうが、福島での、この1年の停戦による被爆と、事故後の直接の、大量被爆でですね、もう体がボロボロになっている方がいらっしゃいます。沼井のブログという、ブログをご存知でしょうかね。そこには彼女がどんどん体が悪くなっていく様子が、ずっと彼女の手によって描かれたり、写真が掲載されたり、そういうことをしてきました。で、その本当にですね、読んでるだけで、胸が苦しくなるような、体も心も凍るような文章です。まだ読んだことがないようだったらぜひ一度読んでください。あなたの国民がそういう目に今遭っています。そして今福島やその周りの、被災した、大きな被災を受けた3県の 80% ぐらいの人たちが、瓦礫の処理を、自分たちに任せてほしいと願っています。でそれはなぜかというと、天然量であっても日本中にですね、放射線をばらまきたくない。なぜか自分たちがですね、たまに、福島に暮らしていたとしても、他の線量の低い、日本の国内の土地に行って保養したいということらしいです。やはり線量の高い土地から線量の低いところへ行くとですね、それだけでも気持ちが楽になるのか、体も楽になるそうです。でそういう土地を残しておいてほしいと、そういうふうに書かれていました。そのことを、しっかり受け止めてください。それで今の瓦礫の処理に関してはもう一つありましてですね、津波の被害で、亡くなられた方がたくさんいて、瓦礫の中にそのご遺体がまだたくさんあるそうです。だから急ぐことをできないということも、ちゃんとあなたは知っているはずでしょうから、国民にちゃんとそのことを知らせてください。この場だけではなく、ちゃんと、テレビの前でですね、テレビカメラの前でそのことを伝えて、その上でこれから先瓦礫をどうしていくかっていうことの議論をなさってください。よろしくお願いします。どうだ、出てこい、出てこい、出てこい、どうだ、出てこい。東京都に在住の学生です。野田総理、それからお仕事中の方、ご通行中の皆さん、あと警備に当たってくださってます警察の皆さん、僕が言いたいのは、原子力発電所の再稼働はやめてください。それだけです。僕は誰かを攻撃したいわけではありません。誰かを批判したり非難したりしたいわけではありません。ただ僕と僕の家族と僕の好きな人と一緒に安心してこの国に住み続けたい、そう思っているだけです。福島県の南相馬市といわき市に先日行きました。山も海も本当に美しかった。でもそこにもう人が住めない。自分たちの住んでいる国を好きです。僕はこの国が好きです。それに僕のふるさとも好きです。で僕の好きなこの国に、僕の好きなふるさとにずっと安心して住み続けたい、ただそう思っているだけです。だから原子力発電をやめてほしいと思っています。これは悪いことでしょうか。悪いことじゃない。どうでしょうか。これは原子力発電所をやめてほしい人は日本を出ていけと言われたこともあります。出ていかなくちゃいけないでしょうか。皆さん、原発の方だ。自分の
次に安心して住み続けたい、僕の好きな人と一緒に子供を作って育てたい、そう思ってるだけです。原子力発電の再稼働はやめてください。お願いします。はい、コールします。いいです。正面どうします。じゃあコールします。再稼働反対、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 おいや止めろ、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 原発反対、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 最高だ。